せーの、本日のよろぴこ。やるなら今、明日に向かって。フレーバーよろぴこ。特にやっぱオープン戦江川さんのカーブ見た時に、うん、そんな感じです。あ、そんなカーブなんか見たことないです、ね、うんうん、そうですよね、はい、と思った。まだノンプロから来てるからいいやん。まあまあでも慣れてはいますよね、まあ、はい、高校のピッチャーよりは当然レベルも上なんですけども、うん、ね、もうプロとは全然違いますね。いやいやいや、俺高校から入ったやん、見た瞬間、え、なんでこんなボール曲がる、なんでフライボールカーンだから、はい、なんでこんな高さがあるのか、フライを落とすピッチャーや。あ、そうですね、ピッチャーで言わないやん。で、ショートに行かされたわけ、カーン、まあ、落とすこうで、ゴロは取れない。で、俺の場合は、もう一度さっきケンイチの話したんだけど、ケンイチはピッチャーで入ってああ、そうかそうか、自主トレの 1日目にピッチングしたら、もうお前はいいって言われたって。自主トレの1日目ですか、はい、それはすごいですよね。ピッチングしたら、もうお前はいいから野手行けって言われた。ピッチャー入団で すごいよ、うん、すごいですね、それはすごいです、すごいですよ、うん、ほんま。俺の場合は最初からもう野手だから、まあ、どっか覚悟があるけど、うん、でそういうのを聞いたら大笑いしたね。でもピッチャーの経験ないんだ。高校の時にやります。あ、高校の時に。おお、ピッチャー誰もいなくなる。うん、3ヶ月でクビになりました。背番号6ですよ。6でこうマウンド立つじゃないですか。うん、で、相手チームが頭のちょっといい学校なんですけども、ここもうやったら僕は背番号6でマウンド立ってると。集中してそこをやじるわけですよ。なるほど。でもマウンド上で一人でカッカッカッカ来てるわけですよ、ね、はい、余計に打たれるわけですよ、ね、なるほど。でも今でも忘れないです。9点取られて9対0で負けます。おお、その辺でクビでした、ね、もうそれはもう良かったです。だから3ヶ月ですよ。ピッチャーやったの、はい、まあこれまたプロの話になるんですけども、ロッテ入った時にやっぱりプロ野球ってすごいなと思うじゃないですか。やっぱりそう思いますよね。入ってくるじゃないですか。そしたら入団発表の時に新しいユニフォーム1着を当然、うん、はい、もらえるじゃん、うん、でそれをこう鹿児島でみんなこう着たりとかこう記念撮影したりして、うん、で発車でまた年明けでも1月行きますって2着めくれるじゃないですか、うん、ロッテの当時紺と赤のラインがあるじゃないですか、うん、色褪せてるんですよ、うん、で後ろ張り替えです。なんかあったね、聞いた聞いた、張り替えです、ユニフォーム、うん、人のやつをね張り替えてとか、そんなことあるんですか。まだそこの張り替えだけだったらまだ何人もいたんでいいんですけども、僕のだけもうここのラインが色褪せてるんで恥ずかしくて、まあフォーム用だったんですけども、1年間、はい、もう終わりに1軍上がるまでそれをずっと毎日洗濯しながらその1着で、はあ、そういう時代でしたからね。プロでそうなんだ。まあ、まあ俺たちクリーニングなかったからね、下着というのユニフォームだけはあったけど、うん、まあ全然違うよね時代が、うん、下着でも遠征行った時にこんな大きな袋で下着がドーンとくるわけですよ、はいはい、で僕ら若い時にそれを番号書いてありますから仕分けしないといけないじゃないですか、はいはいはい、俺たち自分で洗ったもん。あ、自分で洗った。先輩の下着類、はいはい、一軍でですか、うん、あ、そうなんですか。今でも両国パールホテルって泊まってたんや、はいはい、でボイラー室にさ洗濯機行くから二層式をさ、こっちが脱水とで、そこのボイラー室にこうロープ貼ったらね、こうやって何本もで、そこ入れてで、子がいよ、やる部屋子よ、うん、まあまあまあ、で、持ってって洗濯して脱水かけて、そこに干すわけよ。で、ユニフォームだけない、クリーンの、はいはい、あとは下ぐりは全部そうですね、うん、ソックスとかもですか。全部お、ユニフォームだけ、洗濯は。で、三村さんに怒られたわよ、俺こうちゃんと三浦さんの洗濯こうしてこう畳んでこうやってこうして持ってったやん。表っくれすめんどくさいやん。だったら表脱いでくれってことやん。正直言って、脱ぐのをこうやって脱いでくれ、裏返しになってるやんな。でそのまま洗って干してそのままするやん。普通こう表に返すって言うけどめんどくさいやろ、こうやってしたわけよ。お前これ裏返しやからって言う、表脱いでくれるかって言いたくなったもんね。言ったら大変なことになるんですね。はい、そうですよ。口は災いのもとですからね。でも、本当そうよ。自分で洗濯ですか。そう。
言ってに僕らの時は、まあ、遠征行ったらもう大きなビニール袋で出番号が出るから、うん、もう例えば、はいはい、1番、2番、3番ってこう分けていくんです、はいはい、それを若手の仕事ですから、嫌いな先輩もいるじゃないですか、うん、みんなこう共通してますから、でこの番号でみんなでこれどうするかみたいな感じになるわけですよ。あれじゃないやろ、まあ、ないやろ、ワイパーに瞬間接着剤かけた先輩じゃないやろ、ね、それじゃないと思います。で僕やっぱ上の人が、もうそれはもう捨てとけみたいな、捨てとけみたいな感じになるわけですよ。あ、はい、まああるからね。で俺たちの時はやっぱ自分たちでやったね。まあまあ当然自分で選択でしたけどね、うん、違うのだったの。西村さんの頃の人ともちょっと話もありますけど、寮ってやっぱり門限とかあったんですか？ありました。あ、はい、西村さんの雰囲気からいくと寮の門限を破りそうな感じじゃないんですけど。破ったことないですよ。もう言うよ。門限はありましたけど、はい、守るのはあんまりいなかったんじゃないですかね。いや、そんな顔して言えるね。マジで。で、隣が酒屋さんもあったんですよ。はいはいはい、その時だって塀乗り越えていかないといけないですから。はいはい、うん、そんな感じです。塀乗り越えたら門限破ってるんで、つまりまあ破ってるんですけども、うん、である時に電柱がこの中の方にあって、電柱登って塀を、うん、はい、乗り越えるんですけど、電柱登って塀からパッとこう顔が出た瞬間、通行人とこう会うんですよ。はい、今のじゃったらそんなもん大変じゃないですか。大変ですよね。で、こんなしてすいません、ここの寮のもんですみたいな、そんな感じです。今だったらすぐ110番やね。そうですね、はい、ちょっと出るだけでもそうしないと門限厳しいですから。でもやっぱ寮っていろんな問題が多くいる、うん、俺たちの人たちの賛成寮って、うん、フェンスに囲まれてるな。だからさ、隣が駐車場だったわけ。酔っ払って帰った人がさ、足かけてるわけ、車に。あ、足跡が残ったりするわけ。寮でこう問題起こるわけよ。なるほど。でそういう とことか、はいはい、昔の便所のこういうとこから入ってきて、陶器、はいはい、のこう流し知ってるって。あ、わかりますよ、はいはい、あそこに足かけて落としたりとかさ、はいはい、大体犯人見たらわかるわけよ。酔っ払ってくるとさ、ブロック塀をこうやってつま先をこうするやん。靴を見たら、だいたいここ住んでるやつがだいたい犯人なんや。なるほど、うん、はいはい、だからそういうの昔ってあったよな。いや、まあそうですよね。起床当番、うん、はい、電話当番ってあったんですよ。はいはいはい、電話当番あったよ、はいはいはい、起床当番も、うん、起床当番、はい、散歩あるじゃないですか、うん、で、散歩なくても、うん、何時に起床ってなったら、うん、全部の部屋回らないといけないですよ。で、僕は社会人から来てるから、はい、高卒のやっぱり僕のより年下いるじゃないですか、うん、なんで年下を起こさないといけないのかなってなるじゃないですか。あ、なりますよね。電話当番の、はい、お、偉い、わかりました、すごい。で、まあ、電話当番もあそこ寮のところ、こう昔の、まあ、公衆電話みたいなのあるじゃないですか、これぐらい、はいはい、でソファーってこうやって座っておいて、リーンとなったらこうやって誰でマイクで誰誰さん電話ですみたいな。一緒やの。はい、そんな感じですよね。3回乗ったらダメだったからね。うん、で電話当番でいろんな問題を起こしてるところね、カープで電話のことで。で最初やった時にさ、耳鳴りしだしてさ、うん、飯食う時こうテーブルこう流れてくるわけよ。俺たち1年生ってことで外を向かってこう背中が向けてくるわけね。そうすると耳鳴り、うん、電話の音がうんって聞こえるんや、はいはい、なんだってですね。え、ちょっと待って。でまた昔の電話ってさ、黒電話だよな、チーンって言うわけ。チーンと犬じゃないって、もうマジであの音だけこうチーンってからチーンってなるよ、昔って。もう耳がこの暖房、みんなそうだったよな。で、あともあり集合とかやっぱあったんですか？集合っていうのはあの先輩から。いや、ないですね。はい、僕らのところはないです、うん、本当？はい。あの頃でも一番怖かったあれ。一番怖かったのはやっぱり有藤さんですね。昔はその部屋にこう張り紙がしてありますから、名前が、はい、パッと見たら有藤って書いてある。ああ、そうですね。部屋割りがパッと見たら三宅草原というピッチャーが僕より一つ上の人、うんはい、台湾の、うんはい、あれはまたあれで違う名なんだよね。そうですね。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。